イエイ。え、自分が撮るのって嬉しくない？嬉しい、嬉しい、嬉しいよね。だからなんかさ、子供たちがよくあのテレビでさ、あと仕事してセッションとかしててさ、必ず映り込んできてさ、相手の人こうやってやってるのってさ、すごい気持ちわかるな。わかる。あ、キリニャこんにちはって言ってて、こんにちは、はじめましての方もハッピームーンさん、こんにちは。のりちゃんこんにちは、みかちゃんもこんにちは。ドキドキしちゃうね。でしょ、いいのみたいな。さらされちゃうよみたいな。さらされちゃう、丸裸にゃー。スタバってます。スタバってます。みかちゃんお久しぶり。今日を公開鑑定する気になんて面白くって、誕生日が2つあるんだよね。そうなんですよ。びっくりしちゃった、ライブ中で。そうそうそう。本当に生まれた日と戸籍上のと、2つあるんですね。ね、そういうの話は聞いたもん。うん、ふーんって、うん、だから昔は、うん、なんかお産婆さんが、うん、でもこの日がいいからって、うん、結構ご了承するって。そうなのよ。そうなの。見たことあったけど目の前にいたとか思って。そうなのよね。そう、割とまだほら年齢近いじゃん、年上だけどね。そう、そんなお産婆さんなんてねみたいなね。いやいやいや、助産院でとかっていうとかっこいいかもしれないけど、お産婆さんです。お産婆さんですから。そう、お産婆さんで、なんか私誕生日が違くてってってこうライブで見てるから。そうなんですよ。お産婆さんがね、キリカちゃんの誕生日ね、お休みの日がいいわねって言って。しかもさ、その理由がすごいね。すごい理由で、勤労感謝の日、1週間ぐらいちょっと違う。そう、しかもさ、今日じゃないんだよね、1週間ぐらい違うって。1週間ぐらいで、しかもなんかそうすると星座が違っちゃうの。本当に生まれた日は17日だから、サソリ座なんですよ。だから23日からは伊手座なんですね。私だからずっとその真実を知るまでは自分伊手座だと思う。ああ、でも伊手座っぽいよね。私ちゃんと星座知らないけど、うん、伊手座の前って何座？サソリ座。おお、サソリ座っぽい。サソリ座の女なの。ああ、伊手座としてずっとバビューンってこう生きてきたら、 ある日突然あなたはサソリ座よって言われたら、女が何を信じていいのかわからないみたいな。そうだよね。そっか、そうだね。占いについてじゃあまず喋っとこう、うんうん、そうそう、あ、かっこいい。誰だろう、誰がかっこいいと言ってくれてるかわからない。はじめましてって人。かっこいい。春大輝さんってお知り合いかな。むっちゃん、むっちゃんこんにちは。ね、そうそう、ハピムさんね、2つある人ね、いるんだよね。うんうん。アメリさんこんにちは、ヨコちゃんこんにちは。なんだっけ、そうそう、占いってさ、だからさ、まあ、信じるじゃん、うん、信じると割とその通りになんない？あ、そうね、うん、あ、伊手座だって、伊手座の素質発揮しようみたいな、うんうん、なるやん、うん、なんだけど、え、サソリ座ってなって、うん、でもサソリ座になれるじゃん。なれるなれる。どん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 サソリ座寄りになっていった。なれるんだよね、うん、だから本当なんて言うんだろうな、当たるも発揮、当たらないも発揮って絶対あると思う、ね、うん、何でもその心理学でも何でもさ、うん、だからみんな占いに依存しなくていいよっていう。なるほどね。そうそうそう、言いながらこれからか、あ、これ占いとは違う。いやいや、占いだけどさ、そう、だからいつも言ってんの、ね、私が言うこと信じなくていいから。そうそう、はい、そう信じなくていいよって。どういうこと？そう、と思ったら、のまんまでいいよ。あーって思ったら、うん、信じたらいいよ。都合のいいことだけ信じてればいいってことね。あ、それ得意だわ。そうでしょ、うん、だから占い師っていいよ。いい職業だよ。そう、いいな。だからなんか、ヒントを与えてるだけ、うんうん、で、受け取る受け取らないはその人次第、うん、だから、あ、その生き方素敵と思ったら受け取ればいい、うん、受け取りたくないなと思ったら受け取らなくていい。分かった。そうそうそう、そういつも言ってるインスタで。だから信じなくていいよ、受け取りたいとこだけ拾いましょう、うんうん、それが自分軸だから。うん、なるほど。そうそうそう、占いは所詮占いです、うんうん、
時代が変われば変わるんですよ、それが本当にね、そうで、キリニャンは2つあるんですよ、はい、お誕生日が、そうね、でね、見るかな、これが本当の誕生日、あ、変わっちゃうみたいなね、ごめんねこっちが戸籍らしいよっていうね、そうで、ここの月の柱っていうのはさ、同じなんだよ、なぜかっていうと、ここはその何月って生まれた人はみんなこれなの、その変わるまで、切り替わりまでね、なんで切り替わりは節意日って言って割と2月3日とかさ、3月4日とかそこら辺にあるから、だから3月4日とか生まれちゃった人は2月の部分に入ってるのね、だからその区分でここは一緒で、でここはその年に生まれた人はみんなこれなんだよ、だからこれとこれとこれの掛け算でできてて、だから同じ月だとするとこことここは一緒になります、ここだけ違う、なるほど、なんでござるよ、だからね一緒みたいな感じになってるんだよ、じゃじゃん、いやでもなんかすごいんだよキリニャンの、まずね、見たのがなんかこれパッと見みんなどこに目が行くっていう、この知ってる人はどこにこの地中水明で星に目が行くかっていうと、やっぱり一番気にした方がいいのはここなんだよね、魂の本質って言われている日中の監視っていうところなんだけど、ここが気の問いっていう読み方をするんだけど、まあ異常性が高いんですよそこやっぱそこなの、そうでね、おもろいんだよ、だからさ、ちゃんとほら1週間後にしちゃってくれてるじゃん、サンジさんが、こっちがさ、カノトミって言うんだよ、この 日中の感じがね、これもまたまた異常性高いんだよ、おいどっちにしろ変態かみたいな、変態私のところに来る人変態しかいないからさ言ったやんみたいな、ちょっと変わり者しか来ないんだよねみたいな、こっちの変わり者は、まあ、テーマが結婚なんですよ、もうね60個ある監視、監視がここ種類が60個あるんだけど、60個の中でナンバーワンの、女性にとって結婚がテーマとなる星です、その人は結婚を通して自分を知るんです、で、まあ、それはどうしてかっていうと、とっても才能豊かだからなんだよね、才能豊かだからそこの結婚っていうある意味こう地球の枠、常識の枠にはまってられないんですよなんかあいたたたたたたたごめんね、刺すつもりじゃなくそのまんま言ってるだけだったけどずこーみたいな、そうなんだよこの星ね、気のといいと読むんですが、日座中殺っていう、特別な星になるんですけど、結婚がテーマで、この特に木の戸さんは女性にとっての結婚がテーマになります、これ男性だとね、まあ、ちょっと柔らかくなるらしいと思う、だけどなんか結婚できないとか、結婚で不幸になるっていうよりも、結婚を通して私って何なのかなっていうことを考えることが、まあ、あなたが生まれてきたテーマの一つですよみたいな感じでございますよ。うわー刺さる最初から刺してるでも、ね、ここ一番大事なんだよ、魂の本質だから、ここ全部の本質の中で一番大事なんだよ、やばい、そこはね外しようがない、あ見て見ぬふりしてきたのに、他はね外れたりするの、ちょっと違うとこ行っちゃったりするんだけど、いやここは外れない、ほんとで、特にこの木の戸さん、木のマイナスって草花って意味なんだけど、これはもう女性のカリスマ星です。まあ一番女性らしい星だよね。だから魂の真ん中も女性で、肉体も女性だから、まあ女性性を発揮する星で、まあなんだろう、ジュリア・ルバーツとかマドンナとか、あとダイアナ妃もそうだね。だから可憐、可憐な美しさのある星です。なのでもっともっと魅力的になれると思います、キリニャン、なので、まあ、結婚通してそれがやばい結婚を通してご自身の才能を生かしていただいて、ますます幸せになってもらいたいなと思います。なんかね、もう
そのいわゆる結婚って言えばいいのかな、なんか結婚ってこういうもんでしょ、なんかだから家族で一緒に暮らしてとか、例えばね年齢は近くてとか、なんかそういういわゆる結婚ってこういうもんでしょっていう枠から外れて結婚として幸せになるって感じ。なるほど、そう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 、なるほど、一筋縄ではいかない感じなのね。その自分を生かしながら結婚っていうものを通して幸せになるから、なるほど、うんうん、だからなんか、いや結局そうこういう形に落ち着くのねっていう形の人たちは海外婚の人たちも多いし、形ですね、別居婚の人も多いし、年の差婚も多いし、再婚同士とか、うん、連れ子同士とか、なんかちょっとこうあのいわゆる普通の結婚っていうよりもちょっとこう外していった方が、あのそのあなたの変わりっぷりっていうのが受け入れられやすいっていう感じでございます。そう、なるほど、そうだから変わってるっていうところをまずね受け入れると、それに合わせて結婚を作ればいいって感じ。あー、なるほどね、うんうんうん、結婚に自分を合わせるんじゃなくて、うん、自分が変わってる、ね、変わってる、うん、自分だからすごい才能豊かなんだよ、うん、才能豊かさを大切にしつつ結婚も手に入れて幸せになる、うん、そんな感じ。そうなんだ、そうそう、楽しみでござー、はい、でもね、すごい面白いこといっぱいあってさ、こっちがあの戸籍上なんだけどさ、ここが、日中の監視がカノトミっていうところなんだけど、これは、まあ、さっきも言った通りこれも異常性が高い、うん、かなり異常性高い。さっきから連発してますけど、そうそう、60分のね、ナンバー5ぐらいなんだよね、異常性の高さから言うと、うん、こっちはね、その結婚だったらナンバーワン女性の、うん、でこっちは60分の5ぐらいの異常の高さ。どっちみち変態やんみたいな。そうそうそう、だからすごいなと思って。そうなんだみたいな。どっちもなんか普通みたいなあんまないんだなと思って。そうで、こっちはどういうところが異常性が出てきやすいかっていうのは割とお金です。うん、うん、お金で、お金を通してやっぱりこっちは自分を知るって感じかな。お金と関係あるお仕事ついてらっしゃる。そうね、そう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 し、うん、だからあそこはちゃんちゃんとこう目的果たされて、うん、お金を通してそうか自分と人とを知っている方なんだろうなと思います。でそこをやらないとやっぱりね、あのなんていうの、異常性が変にこう歪みとして現実に出やすい人なんだろうなって感じ。だからなんかちゃんと関わってらっしゃるから、なんかあのお会いした感じはそんなにそこの異常性、あーなんかお金頑張れみたいな、あのねやっぱりちゃんと向き合ってないとお金に向き合いなさいみたいなことが書いてあるのに、なんかこうあんまり向き合わないとお金がないとか、なんかお金は悪だみたいな感じでやってると、なんかさらに異常性が高くなっちゃう。なるほどね。異常っていうのは、だからまあこの地球上であなたなりに幸せになりなさいみたいな、ただテーマはそれだから早くやっときなみたいな、宿題みたいな、そんな感じ、うん、なんです。そうそうそう。でね、結構次に面白いのはこのね、十二運勢って言うと一番下のところなんだけど、ほぼ一緒なんだよ。この四、木浴四って書いてあるじゃん、上の方。こっちもさ、四四木浴って書いてある。うん、本当だ ね、うん、あこれもさ、種類が12個あるんですよ。それなのにそんなに変わらないの。そうそうそう、どっちみちそうなる。そう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 、だからどっちみち今回のテーマはそれなんだなっていう。それはどういうテーマなんですか。はい。で、この異常性が高いっていうのはそもそもそこばかりだって。そこばかり。異常性が高いってそもそも あんまり社会的なルールで生きていったらダメなんだよ。あ、だからそこがね、うん、だから今私がやりたいそのお笑いとか歌っていうのと、うんうん、その実際やってる職業っていうののギャップが激しすぎて、あなんかね、人間的な部分は割とね、正常なんだよ。なんかそこはちゃんと使ってるんだろうなと思うんだけど、うん、でもやっぱり本当の自分になっていくときに、結構大切にした方がいいのか、だからさっきから異常異常って言ってるけど、自分だけが持ってる感性、うん、それが、すごく発揮される星の中のやっぱりそれが高いのが死と木欲って星なんだと思うんだけど、この死っていう星は、まあ、超直感星です。
まあ、ご神託が降りてくる。おお、そのなんかね、笑いの神が降りてきたみたいな感じになるのよ。そうなんだ。そう、なんか思いつく時っていうのは脳で考えてなくて、こう口から出てくるみたいな。じゃあもう本当に巫女さんなんだね。巫女さんなのかな。うん、あの笑いの巫女さんね。笑いの巫女さん。いいな、いいな、いいな。うん、あの死の人って、私そうか、本も買ってくれてたけど、うん、クリアリングマップの中でも、うん、絵が巫女さんなんだよ。あ、そうか。うん、巫女さんなの。だから、死って、エネルギーをなんかこう分かりやすく形にすると神社なのね。だから割と清らかで、うん、こうどんどん降りてくるみたいな。でまあ、あれが清らかじゃないと降りにくいんだけど、うん、割と自分がクリアであるとどん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 降りてくる、うん、こういう星なんですけど、うんうん、でね、これが面白いの、うん、で死と沐浴しかないじゃない、うん、で死と沐浴って表と裏なの。へえ、うん、で死の裏って沐浴なの。うんうん、で沐浴の裏って死なのとは要は。でこれは対になってて、だからさ、沐浴を生きてない時とは、沐浴って青春の星なのね。うん、あ、沐浴って水浴びよ。水浴びね。水浴びよ。うん、水浴びよ。水浴びってさ、セクシーじゃん。そう、そう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 、最も色気のある星。あ、だから、芸能人の方に持ってる人多いです。そうなんだ、うん、そうそう、セクシー、セクシーなんだ。そうだから、昔ながらの四柱推命の、解説をしてあるところは、沐浴イコール浮気と書いてあります。うん、で私はね、でも見てて、沐浴の人を浮気するっていう、そのイコールみたいのはないなっていうのはやっぱ思ったんだけど、それくらいなんか沐浴イコール浮気星って書いてある。浮気星なんだ。そうそうそうって書いてある、多いくらいなんだよね。うん、で、うん、だからそれくらい、だからじゃあ浮気はなんでするかっていうと、だから自分のなんていうの、情熱とか本能に正直だからすることなのよ。だから、今我々は日本社会にいましてね、一夫一妻制なんですよ。一人の旦那さん、一人の妻っていうのが法律で正しいとされているから、ダメ、浮気はダメってなってるんだけど、だってね、一夫多妻制もあるわけじゃん、国によっては。そうね、そうそうそう、それはだから罰せられないのか、罰せられないよね、それで良しとされてるんだから。だから浮気は悪じゃないで、浮気、だから心が動くで、本能のままにした行動の結果、浮気が来るわけで、だから、まあ、だから沐浴っていうのは、だから生きる衝動、やはりその青少年の頃って一番多感、うん、で繊細で感受性強くって、その自分の一番その生命的な躍動感っていうの、生き生きピチピチみたいな、生き生きピチピチ、そうで、そのセクシーさがダダ漏れみたいな。いやだから、この年中のここにある人は、年中のね、この12星一番左のところにあるのが、その人の印象として一番出やすいところなんだけど、だここにある芸能人の人が、斉藤匠さんですよ。おだって本人はさ、すごい内気でさ、話してるさ、だけど、あの分厚い唇、あの流し目、キャーンっていうさ、そうそう、キャーンってなるじゃん。なるなる。そうそうそう、だからあれはもう記憶の仕事です。そうなんだ、私もなんかこう、かもしてんの、もしかして。うん、あの本籍の方ね。あ、そっちか。なんか外側でもかもしてるんだと思う。そうなのかな、だって、でしかもほらさ、2種類しかないからさ、両方受けると思って。本当だね、こっちもそうだもんね。そう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 。あ、なるほど。そうそうそう、すごいなと思って、12個あるのに2つしかないよと思って、全然もうそれだけなんだな、テーマがと思ってさ。そう、すごいと思って、わかりやすいみたいな。そう、両面だからさ、だから死でも沐浴が出てくるし、だから死の人って直感を研ぎ澄ましていくと、多分自分がどうして生きてきたのか、どうして生まれてきたのか、命をどう輝かせればいいのか分かってくると思うね。だからすごい最初直感だけで入ってくるんだけど、それを現実的に生きるみたいな、ですごい躍動感にあふれて生きていくみたいなのがテーマ。なんだけど、沐浴の人たちはキャーンってやるのを多分直感でやってんだよ。ピピ、あの人素敵みたいな、両方あるな、確かに。そうでしょ、そう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 、だからだからね、結構、あ、でもね、日本の女性ってね、沐浴を生かしにくいんですよ。多分この12運勢のうち、生かしにくい星が多分
沐浴、うん、とあと寒帯で星が多分日本女性は一番生きにくい。沐浴は何でかっていうと、だって本能的に生きたらダメじゃんっていう。ちゃんとしようよ、うんうん、そんな本能的とか情熱的じゃなくてちゃんとしようよってやるとどうなるかっていうとね、沐浴の下に挟まあの下にあるのが死じゃん、うんうん、だから死の悪いところが出てきちゃう、エネルギーがない、生きながら死んでるみたいな。あーなるほどね、うん、割とでも死んでるわけじゃないにしても結構抑圧した状態で真面目に今まで生きてきたんだけど、うん、ちょっと最近ね、うん、最近ちょっとバカンってなっちゃったね、うん、でもいいと思う、はい、私もそっち系だからもう無理みたいな、もう無理、いい子無理みたいな、いい人無理と思って、うん、だいぶそうなってきちゃった。そんな感じなんですよ。面白い、面白いでしょ、うん、あ、そうそう、それでね、さっき落としたためです。ここ、だからさっき、年中のここに沐浴がある場合は、ここだよね。年中のここに沐浴がある場合は、もう雰囲気沐浴なの、割と。雰囲気沐浴。そうそうそう。雰囲気沐浴。あの、だからエロスがダダ漏れてるみたいな。だから、で、本人はご自覚ありません。ダダ漏れてる自覚はない。あの、ちゃんと使ってる人たちの場合。で、ここに沐浴がある人たち、月中にね。はあ、だからともかく沐浴ずっと注目してた時があって、なんでこんなに沐浴持ってる人たち生きにくいんだろうと、生かすにはどうしたらいいのかなって。でここにある沐浴の人たちで、あーこの人多分沐浴生きてると思った人たちが2人いて、1人はあの黒柳徹子さん、大御所です。で彼女の生き方ってさ、なんかこう情熱的じゃない、だしなんかあの何お年を召されてても、なんか色気を感じるし、ピチピチ、ワッキャ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 ッやってる感じ、あれが多分月中沐浴というか、それは本当に生まれた日の方ですか？これは柳さん、出てるデータ出てるやつです、でキリニャンも、戸籍上のここに月中沐浴が入ってます、で月中は 3,40 代に生かしていると言われてる星なんだけど、まあ、でも今でも全然生かした方がいい、あと仕事で使う糸いい星と言われてるんだけど、だから結構ここに沐浴がある人たちは海外好きかな、旅行好き、だから結構だからそのだってさ、住んでるところから離れるってさ、なんかやっぱ衝動がないとなかなか離れにくいじゃん、確かにね、だからピチピチ、イキイキ、ワワワワワ、キャッ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 、あの青少年の頃のキャーだよ、キャーだね、青少年ね、そうそうそう、キャーっていうのを大切にして、まあ行きたいところに行き、会いたい人に会うっていうのが多分達成するポイントではあるんだろうなと思いますね。はい、なんか前半戦って感じなんですけど、どうでしょう。前半戦、素晴らしいです、ね、もうどれだけ自分が変態なのかよく分かりました。ねえ、そうだね、じゃあ人間的な部分いこうか、人間的な部分、OK 何何みたいな、公開丸裸だね。同じよく部分にしようかな、こういう風に、あのね、もう一個円グラフを印刷してくるつもりで、円グラフ印刷していくのを教えたんだけど、こういう風に人間的な性格を円グラフで表せるんだよ。おー、自立心、そう、そんなに自立したがってんの私。あ、そう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 、意外でしょ、意外だな、そうでしょ、あのね、結構ね、自分の性格ってあんま知らないんで、これね、間違えて同じやつを印刷してしまったので、一個これ見てて、あ、わかりました間違えちゃったよ、そう、こっちは、あの、あれだね、生まれた方の日付でやってるやつだね、はい、そうそうそう、はキリニャンは自立心70% ですよ。で、一応5種類あるんですよ、皆様。ね、5種類。知性がないの。私もないの。そうだ、私さ、60% が行動力で、40% が自立心だ。全然他がないんだよ。2種類みたい。くっきり2種類。くっきりね。ちょっと衝撃的だったもん。みたいな。だってほら、5種類あるじゃん、みたいな。ねえ。みたいな。2種類しかない、みたいな。そう。で、もう私の前に来られる人って割とこういうタイプが多いです。くっきり、あなたの個性、これ、みたいな。そう。こういう人が多いかな。私もはっきりしてるからさ。私もさ、あの遊び心も知性も、あとそうそう、だからあの財力もないですよ、私。これ私もないよ。財力の方あったんだけどさ、
まあ、人間的な才能ってこう5つに分けられるって、四柱推命では学びます。自立心、遊び心、人脈、行動力、知性、うん、で、なんだけど、まあ、人によってすごく差があるだよね。でこういう時に味方はバランスがいい人ももちろんいいよね、うん、でその人はすごいバランサーなんだよ、才能がバランサー、うんうんうん、で偏ってる人がいるね、うん、そういう人の場合はあなたの才能これだからみたいななるほど、そうそう、これ生かさないとなかなか運が開きにくいよっていう、うん、でもこれって要はさ、そう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 、キャラ立ちしろってことなんです。あ、なるほどね。そう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 、じゃあ生かしって決めてる感じ、うん、そうそうそう、うん、だってほら人と迎合しないっていうかさ、あ、まあね、うん、自分を立たせろよって、自立心ってそういう意味だからさ、なるほど、うんうん、だから自立心 70% ってことは自分が周りに合わせすぎちゃうと自分がなくなっちゃって自分がわからないからこの 70% 力が消えちゃうんだよ。あ、そうだから自分でも自分がわからないし周りから見てても誰かわからないし運が落ちちゃう。わかりやすい、すごいわかりやすいあーって感じだよね。あ、なるほどみたいな、なるほどって感じそうだからこれってね、なんかすごいベラベラ喋っちゃって他の鑑定士さんに申し訳ないなって感じだけど、計算方法がありましてねここが 30% なんだよ。30、30、20、10、10なの。それで100になってるの。うん、だから、30、30ってここで合財合財って自立星だから 60% でさ、うん、でこの被験がさ 10% で 70% なの。これになるの。だからみんなも計算するといいよ。うんうん、計算すると自分の才能が、人間としてのね才能が何なのか分かるからさ。そうすると、バランサーの人はバランス取ってればいいのそれ才能だからできないんだよできないできない。もうね、ほぼ際立たせるしか道がなかっただってバランス悪いんだもんできないんだもんできないだろう。そう、全くできないよ。そうだから知性ある人とかね、うん、例えば陰樹って星があるんだけど、それを持ってる人とかはまあ説明が丁寧なんですよ。うん、でそれを真似をしようとするじゃん、うんうん、できない、うん、で陰樹の人が書いたブログの文章で分かるのすぐ、うん、とても丁寧だから、うんうん、できない、うん、でも素敵だなと思うからつい真似したの。うん、真似できない。いやでもゆうちゃんのブログもいいじゃんね。あー、でもあれは流し書きなんですよ。そうなんだ。かなり流し書きなんですよ。へー、だから割と私の文章読まないと分かると思うんだけど、うん、うんとねとかね、うん、あのねとかですごい多いあれは話すように書いてる。あー、なるほどなるほど。そうそう、うん、じゃないと私は書けない、うん、あれにちょっとスキル入ってるけどね、うん、1,2,3,4 ってやらないとすごいよく分かんないんだろうなと思って、区切りは入れてるくらいなんだけど、うんうんうん、もうインジュの人たちって本当に丁寧で分かりやすいんだよ。誰か見てもあーみたいな、うん、っていうのも割と最初から書ける、うん、書けない、うん、しそうそうそう、だからね、そうやってね、もうパッと見て大体あ、この人ってこの星使ってるみたいな、分かるんだけど、すごい。そうそう、だからまあ、キリニャンも、うん、キャラ立ちするっていうところがポイントなので。なるほどね、分かりました。そうそうそう、そこをやっていけば、うん、あとこっちをちょっとずつやっていけばよろしい、うん、余計感じです。だからね、遊び心を 70% 持ってる人のところでは、うん、多分そのなんていうの、ネタ作りとかでは、まあ、勝てないんだよね。自己表現の力強いからさ、うん、でもね、そういう人たちこそ本当になんていうの、まあ、アイデアが多分どんどん出てくるんだよね、うんうんうん、でまあ、だから本当自分の我が道を行けば勝手にそっちの道が開けちゃう、うん、からそう、もうまずは笑いでおいてはキャラ立ちで。わかりました。本当それ。で、まあ、自立の人たちがやっぱり一番なんていうのかな、うまく活かせなくなっちゃう時って、まあ、反対の時でさ、うん、自立の反対って依存なんだよね。それもな。そう、だから依存しちゃってるなって思ったら、うん、この 70% もあるってやばい。うん、完全に自分がわからなくなっちゃう。うん、だからいろんな意味で自立ってあるよね。もう経済的な自立をみんな考えがちなんですけど、うん、経済的自立の前に大体精神的自立の方が大事だ、うんうん、だから精神的自立だったらさ、こう日々できるじゃん、うん、ね、お金稼がなきゃってなるとさ、まあ、外出るなりなんかアクションしなくちゃいけないかもしれないけど、うんうん、精神的自立は今すぐできる今すそっちの方でいけるから、うん、
やるといいなと思います。あの自立がこんなにある方は、うん、っていう感じかな。でね、もう一個の本籍の方はね、やっぱそっちもね、すごい偏ってます。そう、びっくりしたんで、こっちも偏ってるみたいな。あ、思い出した思い出した。本籍の方は、見た目でパッと見で分かるように、あの官って官僚の官、官僚の官、官僚の官ってあるじゃない、うん、だから、行動力、官って行動なんだよ、ね、だから行動がね、60% くらいはあった気がするんだよね。やっぱ偏ってた。あ、この人偏ってんだって。そう、見かけじゃ分かんないよね。分かんないね、うん、めっちゃなんかいろいろできる方なんですよ。いや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 、そうそう、だからあ、なんかみんなにも愛されてるし素敵だなと思って見たんだけど、見てみたら、うわ偏ってたみたいな、異常性高いみたいな、ウケるとか思って一人でニヤニヤしてたんだけれど、そうなんですよ。そうだからそっちは、だから行動力を生かしてごらんって。だから、ちゃんと思いついたら行動した方がいいし、っていう感じの方をされるといいです。はい、はい、で、まあ、私も変換っていう星を2つ持ってる。で、成果はないんだけどね、正しい官僚の方はないんだけど、これは、女性にとっての、結婚と恋愛の星です。そう、だから私もさ、変換2つある、自由のところに変換2つあって、うん、それで一番最初に言われたのが、まあ、ゆうこさん結婚してると思いますが、あと男3人くらいいたらいいですよさみたいな、本当むせるみたいな。え、それね、しかもなんか知り合ってそんなに話してもない、なんか初対面に近い状態で言われたからね。しかもエレベーターの中とかで言われてさ、超びっくりみたいな、もうなんかガーンみたいな。でも、もうだから2年半前で超自分をなんか性に関して閉じてた時 でそれからはもう好みの男性ってどんな人っていうところ入ってる。で、今やこんなね、セクシャリティの無料メールマガとか出しちゃってるしね、わからんですよ。でもだから結構さっきも言ったけど、自分がガーンとかゲゲーとか、なんかウキウキとか、なんか心が動いたものを、自分でこうやってみようと思って掘り下げてみると、意外や意外。へー、だってこんなになんか、なんていうんだろう、セクシャリティが自分にとってなんか道を開くものになるとは、当時2年半前全く思ってなかったの。私も正直言って、そのゆうこちゃんのメルマガとかもね、ずっと読んでたんだけど、その最近ものすごい響いたのが、そのセクシャリティ系の、メルマガ。そうそう、みんなね、なんかこういろんなとこでひっそりこっそり、ひっそり見てたんだけどね。そうそう、みんなメルマガ見てますって書いてくれるので、メルマガ一応2つやってるんだけど、多分これセクシャリティの方なんだろうなみたいなありがとうって思いながら、なんかね、素直、そっちも素直に書いてる。素直に思ったままで、多分あんまりエロくはないと思う。だからなんかこうエロさを求めてるんだったら私じゃないので、違う方でどうぞ。もう閉じて閉じて閉じてきた愛されたい女子がどうなってきたかっていう。そうで、セクシャリティの方もようやく第2幕がそろそろ来そうで。お、第2幕が。そうそう、第2幕は夫婦で受けようっていう。すごい。そうだよ。夫婦で受ける。そう、あ、で、それはもう、それはだからしべえさんにね、裸になるんでしょうかって聞いたら、裸になんなくても大丈夫ですって言われたから。なるほど。うん、ね、それ抵抗あるじゃん、やっぱり。まあそうね、よっぽどこう、なんかもうキッてさ、なんか清水の舞台から飛び降りるように飛ばないと飛べないなと思ったんだけど、それはなんか、本当にちゃんと着衣、洋服着たまんまで呼吸を合わせるとか、ね、そういうことで、なんか私はさ、やっぱりワークを受けて感度が上がった、けど旦那さんはさ、やっぱりそこまで感度上がってないからさ、もうズレが生じてるんです。あ、なるほどね、で、もうここには合わせにくい、合わせられる、でも合わせると急にガンみたいな、またなっちゃうから上げてもらおうみたいな、感度を上げてもらおう。で、ご主人は私もやりたいよって、やりたいよじゃないです、強制です。強制ね、強制参加はは、ほうほう、強制参加、あのねみたいな、これからもずっと一緒にいたいとは思っているんだけれども、このままの状況で私多分満足できるような気はしないと。おお、いや、しないよ、ので、一緒にいたいと思うんで一緒に受けてくださいって。そ
晴らしいね。うん、単刀直入ですよ。うん、そうそうそう。だってなんかさ、本当今までの自分の今年の、うん、なんか振り返りだよね、うん、2019年振り返ってみると、うん、夫と最後に何をするかって言うと、やっぱセクシャリティのなんか奪い合いというか、うん、なんかそういうことを、奪い合いっていう言い方かわからないけど、うん、なんかそこら辺のごたごたをずっと繰り返してるなと思って、だから自分が思ってる以上に大事だったなって思ったから、うん、そこはもうぶらさず訴えようと思って、うん、必要です、うんうんうん、いいなぁ、さらに幸せになりましょうって、イエーイそう、でもそうやって引きずり出すこっちの方に引きずり出す、素晴らしいわ、そういう感じでやっておりますよ、うん、そうなんですよ。なんで、あ、キリニャンどうですか、今までのところは。そうですね、もう全てが腑に落ちますねてか、逃さないみたいな感じでねいや逃さないぞ、だからみんな来る人すごいなと思って、こんなにさ、なんか、うん、ねえねえ、でもゆうちゃんのあったね、本当だね、あ、これはひどい、あ、そうそう、これもちょっと見てもらわなきゃいけない、そうそう、これはひどいね、これね、 60%、私も 60% で、ここが青なの、あ、なるほど、だから赤、青ってさ、あ、本当だね、そうそう、全然違うね、うん、違うよね、面白い、でも両方遊び心ある、本当だ、うん、遊び心はいつでも満載だわ、そう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 、だからそこは変わらずこうね、あるよなって、思った、思った、わかるわかる、うん、どうですか、そうですね、もうこれからも変態としてピピッと思ったことをシャシャッとやって生きていくわ、あ、うん、うん、いいと思う、もうやっちゃったら結果早いからね、うん、そうねうん、なんか重要なところは言った感じするよ、うん、どうだい、本当だね、うん、やっぱりそう、なんだろう、そのやっぱ依存するっていうのね、その辺の危険性っていうのはちょっと感じるかな、うん、そうなんだ、ちょっと依存したい気持ちもちょっとあったり、でも依存ってどんな依存、キリアにとっての感じてる依存っていう、甘えたいと依存はちょっと違うからね、そうだね、そうそう、違うんだよ、甘えたいと依存、なんかちょっと、そう、なんか誰か私をプロデュースしてみたいな気持ちもちょっとあったりして、それはいいんじゃない、いいんかな、うん、それまた依存とは違う、うん、なんかね、依存って言って割とね、なんていうのかな、自分がなくなっちゃう感じ、あ、うん、なんかね、甘えたいって意思がある感じ、で、でちゃんとその甘えたいがうまく回ってる時はね、うん、自分がちゃんとあるし、うん、自分が満たされてる時に甘えたいって言うと甘えてもいいようが返ってくるんです、うんうん、結構ね、甘えベタなんだよ、わかるよ、うん、私もそっち、そうなんだよ、うん、甘えたいんだけど、やっぱ長女気質というか、やっぱそういうのもずっとあって、うん、やっぱいい子でいなきゃいけないとか、うん、ね、いい人でいたいとかそういうのがあるから、書いた書いた、で、そうなのよ、でだったら自分で全部やっちゃえみたいな、やっちゃえね、めんどくさいからね、そうそう、だからなかなか助けてとか甘えさせてって言えないで、来た、うん、来た来た、でも最近でもちょっと言えるようになった、うん、手伝ってとか、うん、そう、うん、言えるようになった、私もそれでも昨日また気づいた、はい、また頑張り癖をやってたな、うん、はい、なんかしんみりしてきちゃったそうそう、気がつくとやっぱりちょっと頑張っちゃうんだよね、うん、そう、うん、ですごい苦しくなってた、うんうん、やばってなってやめたっていうのを繰り返しておりますよ、うんうんうん、そう、でもそれは全然、依存ではないと、うん、依存って本当なんか丸投げって感じかな、丸投げね、うん、丸投げは多分ねできないんだと思う、自分でやっぱりなんかやってたいから、持ってたい、持ってたいから、丸投げはね結構できない、そっか、丸投げされたいけど、へえ、そうなんだできないから、でも、ね、最近丸投げちょっと依存とちょっと区別がまだ私もついてないんだけど、でも究極女性ってやっぱり、発揮した方がいいものの一つが委ねるだと思う、委ねるね、そう、委ねるがなかなかできないのよね、だからさ、笑いの神もセクシュアリティも多分委ねる大事なんだったよ、ああ、うん、そうだね、そうそうそう、持ってたいみたいなのが、そうそう、なんかコントロールしたいじゃなくて、全部流れに身を任せちゃえみたいな、まあ大事、それちょっと依存とは違うんだけど、なんかその区別が私まだついてないんだけどさ、そうですね、素敵ね、そうそう、うん、委ねるね、うん、大きな課題かもしれない、そうそう、をセクシャリティのワークショップではちょっと身につけたいと思っています、ああ、ぜひね、うん、その話は今していいんですか、
あ、うん、あのだから、うん、していいの？していいの？していいです、していいです。だからなんかさ、だ依存とかちょっとそこのね、あの何がどう違うのかちょっと分かってないんだけれど、なんかなんていうんだろうな、そう私だから本当になんか怖いっていうことが人よりも多分強い、恐怖心が強い人、うん、でなんか流れが来ると感動の流れが来るとベタ踏みでブレーキ押すみたいな、思考がワンワン湧くみたいな。は結構多いんだけど、なんかこれがもう全て の, その流されちゃう自分さえも許す、うん、っていうことができたら多分女性としてもっと花開けるし、多分また変われるんだろうなっていうのは感じてるけど、まだそこはできないよっていう Now です。 Now で、なんかそれはでもなんかちょっとずつやっていくとできるんじゃないかなみたいなのが今、なんか最初に会った時となんか顔の印象とかも違う感じがする。最初っていつ何年前、ね、最初に会ったの何年前だろう、分からん、シンデレラなんちゃらやった時に 7、8年ぐらい前か、うん、いや全然違うと思う。違うよね、1ヶ月ぐらいでさなんか印象変わっちゃうからさ、うん、なんかもうあのプロフィール写真とか買うの超めんどくさくてさ。あ、確かにね。そう、うん、で違う違うって言われてさ、うん、はいはいと思ってまだ買えないみたいなめんどくさがりだからさ基本が。なるほどね、うん、私あの基本自撮りだから、基本自撮り。でも、あ、そうだよ。これみんなに見せてもいい？あ、いいよ。ゆかちゃんが画面からいなくなりました。あ、来た。いいわよ、いいわよ。これね、バースデーライブでいただいたんですよ、みんなにプレゼントって。プレゼントってこれを渡せる人ってすごいと思う。あ、自分の写真集ね。自分の誕生日パーティーを自分で主催してお土産に自分の写真集を渡す。いや、すごいと思ったの、まあ、いや、もうそれやりきったらすげーと思ってすごい、なんかもうね、うん、感動したよ。あ、本当にすごいと思って。結構なんかね、女子受けは良かったのよ、うん、姉さんついてきますみたいな、だよ絶対ひゃーみたいな、やんなーみたいな。で、この表紙は結構まともなんですけど、中を開いていくとですね、どんどんね、あのおバカなページが現れたりなんかしてね。そうなんです、ね、まあいい写真もありつつの、こうね、アートパックやってる写真とかね。いや、でこのなんか解説もしてくれてるじゃん。あ、そうね、この解説とか、これ親子でやってるんだって。そう、これ親子でね、貞子 vs かや子とかっていうアートパックを夏の夜にやってるの。はい、親子でやりましたね。だ、このなんかこの解説みたいなの超面白くて、うん、ねなんかこれ私好き。あ、これね、薬師丸ひろ子絶対似てると思う。ありがとうございます。カンイカンっていう感じですね。そう、そうで、年上でこれをやってくれる長野人がいるというすごい励みでさもうね、年取ってもね、いつまでたってもバカなことやっていいんだという、そういう見本になれればいいな。すごい素敵。お姉さんついてきます。だからすごいんだよこれ、ね、中身これね、あのナースコールあるっていうね、うん、あのお笑いをやってまして、あ、この中にあったよ。そうナースコールあるってこの長野で、あのやられてる、活動されてお笑いコンビ。そう、あ、これ G 逆だけど、そう逆になっちゃうんだよね。 G 逆だけど、こんな感じで、あの現役ナースのナースのサチンと一緒に、うん、ナースコール R、 R はね、R 指定の R ね。そう、私もさ、R ってこれなんだろうなってずっと思ったらさR は R で、そう指定の方なんだよ。そうだね、ちょっとあのお色気系のネタも織り交ぜつつお笑いをやってます、うん、はい、そう面白いんですよ、それが。これね、これをねこれすごい、もうハゲじいさんになったりね、マルコになったりね。そうだから、地元でこういう人がいるっていいなって。いや、だからさ、あの最近よくなんか、なんだろう、キリニャンでもやっぱり、そうキリニャンがね、うん、あ、いや、変人でもこうちゃんと真ん中に入れるのって、これ
この数値結構大きく左右してるなと思ってて、これ、マックス36まであるのね、うん、一番下が3から36で、15が平均って言われてる、うんうん、だから割とアーティスト気質で、いろんな人と一緒につながりやすい感じなんだよ、エネルギー値が。なるほど。そうそうそう、私さ、これがさ、だ15が平均なので31あるんだよ。すごいね。そうなんだよ。濃いね。そうそうだからもうさ、ここが平均だとするとさ、私さ、ここら辺にいるからさ、高さとか量がさ、あんまし合わせにくいんだよね。あ、確かにね、うん、だから、それについて来れる人限定でお願いしますっていうそう、確かに確かに。だから、そう、あんまり交われないんだよね。あ、うん、なんか、一生懸命だからまた下げるみたいなことしちゃうんで、自分で。あ、そっかそっか、うん、ここのまんまでついてきて来れるんだったら、すごくありがたいんだけど、うんうん、自分がやるとやっぱり、あの寂しさが家に合わせようとするとさ、すごい疲れちゃったりして、うん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 、それで長野の皆さんしばらくさようならっていう時期が確かにあったんですよ。確かに、ね、ちょっとキャラ立ちするまでちょっと消えますみたいな。で、今はもうしっかりキャラ立ちして軸ができたから、ブレがないから、いろんなところで出会っててもそんなにこう違和感が自分の中でないからね、うん、よかったわ。なので、ちょいちょい長野でやっていけそうだぞという運びになりました。おかえり、おかえりゆうこちゃん。そうだからね、結構寂しいって言われることがあるの。なんかそう、キャラ立ちするまでにやっぱりその自分が分からなくなる、距離感が分からなくなるから、ちょっと離れてよっていうのが、なんかいなくなっちゃったって思われるんじゃないかみたいな、疎外感みたいな感じる方多いけど、キャラ立ちしたら帰ってこれるから大丈夫。素晴らしいわ。はい、そんな感じですよ、うん、何かご質問ありますか。ご質問ね、そうっすね、あ、みんなからもご質問どうぞ。あ、そうですね、うん、なんだろうな、そう、やっぱりそのなんだろうな、まあ、お金っていう部分もあるとは思うんだけど、その、まあ、一応真面目な本業をしつつ、まあこうね、お笑いやったり歌歌ったりとかもしてるんだけど、まあ、私としては、まあ、両方あってバランス取ってるかなっていう気はしてるんだよね、うん、だ、どうなんだろう何が今のところ私は別にまあいいとは思ってるんだけどね、うん、何をどうしたいんだい。だから仕事として、まあ、今のまんまでいいのか、うん、でもなんとなくこう、お笑いだけに突き抜けるっていうさ、なんか勇気もちょっとなかったりするわけ、うんうんうん、どうしたい。どうしたいんだろうね、うん、どうしたいんだろう。そう、なんかね、すごくね、それってね、なんか私の中ではせめぎ合ってる感じがあるわけ。おー、いいね、せめぎ合うそういう時期もあるよ、うん、そう、だからお笑いであんまり出ちゃうと、うん、仕事の方やばいんじゃないかとかさ。あ、確かにね、うん、でちょっとセーブしてる部分もあったりして。へー、でもさ、もう出ちゃってんじゃない、まあ、出ちゃってまあ最近ちょっとね、ちょっと県外にまで行っちゃったりとかしてるからね、うん、そうでしょ、うん、多分なんかもうそろそろそこの恐れは終わりにして良さそうだよ。それこそ身を委ねろみたいな。あ、うん、そうだね、うん、流れに乗って委ねるね。それを見るためにはちょっと運を見てみよう、うん、運を見ると今は何歳だい。4歳。そうだった、ごめん、ここら辺でよと一緒教えてくれて、この中でどれ。今この最後の辺。あ、最後の辺、うん、あ、そうなんだ、最後の辺なんだ、うん、となるとですね、本当ね、なんか今日は特別版だよ、鑑定書をお持ちの方はこっちを見てね。これ必ず私は言ってると思うんだけれど、うん、運ってさ、なんて言ったらいいんだろう、1個じゃないんだよ、いろいろあるんだよ、この12運、天中札が入ってくるのもあるし、こっちの太運っていうのもあるし、毎年やってくる流年運っていうのもある。いろんな運があって、でだから、いろんな運があるから天中札とか1個にこだわる必要はないんだよ。天中札が悪いってもんでもないしね。で、キリニャンは間もなくこの太運の切り替わり時なんだって。太運っていうここのね、10年で変わる運があるんだけど、これの切り替わり時なんだっていうんだよ。で、この切り替わり時って結構大きく自分の人生の流れが変わったりすることがある。わお。そう、だからそうすると、変わり時だとすると、次こういう方向の風が来るかもなっていう予測をしておく。そうすると
まあ、来ちゃうからさ、風は、うんうん、来たら乗ろっかなみたいな、うん、来ても、現状維持の方がいいかなってこう予測は立てておいておける、うん、でやっぱり流れが来たら乗ろうかなとか、うん、でも必ず流れがこう風が変わるみたいな感じで、ね、変わりやすかったりするんだけど、うん、こっちだっけ、うん、これだよね、こっちこっち、4チャイだね、4チャイ、だからこれ本席の方なんだけど、だから外向きの風が変わるのかな、ね、外向きの風がだから、ひょっとしたら、これくらいの年から遊びに入ってるのかな、かなりか、その辺から変わったかも、うん、そう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 、うん、だから外向きでここは変わってる、うん、なんかね、この台風の切り替わりの時にお笑い始めてるっぽいんだよ、やっぱりなるほど、そう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 だね、で、そのお笑いの流れは、あと、だから、10年くらいは多分続きそう、マジか、うん、でただ、なんか今まではこう、そのお笑いを研究する、うんとか細かくやるとか本質を追求するとかそっち系だったんだけど、これからの流れは召喚から食人っていう星に変わるから、もっと無邪気、無邪気、もっと楽しく、で墓墓から死に変わるから、今まではこうなんかなんていうのかな、突き詰めていくみたいな、召喚墓だったら突き詰めていくってなってたのが、どちらかっていうと死に変わるから、なんか流されるままにやっぱり委ねるとか、委ねる大きなテーマですね、うん、委ねるっていう方向性、だから自力で何とかするんじゃなくて、うん、もう流れが来たところに乗っていくみたいな、うん、っていう方がうまくいく流れになってくる、なるほど、うんうん、から自分があこれいい流れだなと思ったらポッて乗ってみたら、うん、そうすると勝手に運が開けるよっていう、ね、うん、それかもうなんかもしやりたいと思ったら、うん、もう誰にも協力を得ずぐいぐい自分でやってるか、どっちかの道しかの道しかない、うん、で私も同じ流れなんで今死なんだよね、タイミングが、であとこれね、そうスピリチュアルっていうことも、自分の本質追求っていうのが入ってくる、だからやったら最近シー持ってくる人いっぱい来るんだよね変わったあたりから、なんかそれまで私さ、シーは持ってないからさ、艦隊とか権力とかやったら現実主義みたいなことしか持ってないところに、大運シーに変わった瞬間からやったらスピリチュアル来たもん、なるほど、うん、そういうのも多分気になったり、そういう人が近くに寄ってきたりするんじゃないかなと思いますよ、なるほどね、ありがとうございます、うん、っていう運の読み方から自分の方向性を決めるっていうのを一つ手です、はい、ありがとうございます、なんか他に質問ありますか、何でも答えますよ、占い師として、占い師として信じなくてもいいよっていうすごい占い師でしょ、そうそう、当たってないかもよみたいなさ都合のいいことだけ信じてね、そうそう、なかなかそういうことを言える人いないよね、楽ちんよ、だから、うん、だってなんて占い依存しちゃったらさ、人生つまんないじゃん、いつも振り回されちゃうよそうか、これはどういうふうに見ればいいですか、この天中札はこっちの、天中札12年運っていうのがあって、まあね、単純に考えるなら人生には春夏秋冬があるよねって、運にも春夏秋冬があるんだよっていう感じで、ちょうどキリニャンはここが夜明けになってんだよね、うん、今2019年が夜明けなんだ、そうそう、だから、なんか去年まで割と、風の種類の一つとして台風があったかもね、うん、なんかこう動乱みたいなのがあったのが、今年は割と穏やかだったのかもしれない、うんうん、でそれが、今年だから多分新しく始めたことがあったかもしれない、うんうん、いろいろあったな、そうそうそう、それを、来年は進化させます、進化の年、うん、で再来年が決意の年なので、再来年にまとめるってことです、今年いろいろ始めたことを、うん、で再来年にまとめて、うん、でその次が休息っていう年になります、うん、だから、まあ、今年から来年再来年までは季節でいうと春です、芽吹きみたいな、で、休息、青春、空転っていうのがあるんだけど、休息でちょっとお休みで、うん、青春でなんかこうわってなんか芽が芽吹くみたいなさ、成果、夏のカンカン照りでさ、で、まあ、いろいろなんか緑が青々としてみたいな時期があって、でまた空転って言ってなんか急に台風が来そうだぞみたいな、お、うんうん、なんかあんなに天気良かったのになんであれみたいな、だから夏のこう激しさの3年間があって、で、実りの時期が来るんですよ、この二十万の時期がね、飛躍、絶好調、頂点っていう実りの時期が来ます、だここで今まで蒔いた種、今蒔いてる種だよね、を刈り取る3年間です、へー、
で最後天中札で冬が来ます。なるほど、うん、もう持ってる持ち物でいらないよってものは振り落とされます。うん、うん、でなんか疲れやすいみたいな、うん、頑張ってるんだけどあのことが全然できないみたいな感じで、頑張れないっていうのはそれ持ってるの重たいってことなんだよ。だから重たいものを振り落としていくと勝手に自分が本当必要なものしか持てない。またリニューアルして夜明けがやってくる。ああ、じゃあ私天中さんが終わったとこだ。終わったとこだね。で両方ともね夜明けだから。そうなんだ。本当だ。うん。そうここだけは一緒なんだよね。あの、じゃあこの前の3年が天中札だったってこと？うんうんうん、あそういうことなのね。へ、うんうん、なるほど。はい。わかりますわかります、はい。他にご質問ありますか、キリカ様。いやあの。実は3年前ちょっとね病気して。あそうかそうか、うん、あのねだから天中札の時期って、気が薄くなるって感じだ、うん、だから気が薄くなっちゃうから気の巡りも悪いから病気しやすいんだよ、うん、あなるほど、ね、だからあの次回は頂点の時に健康診断は必ず受けてください。ああなるほど、はい、分かりました、うん、そこで見つかるとまだ気がある状態だから治しやすい、うん、なるほどね、だけどここの秋って、うん、あの普通に人間の暮らしもそうだと思うんだけどやっぱり実るじゃん、うん、だから働きすぎちゃうんだよ、うん、嬉しいんだけど、うんうん、だから働きすぎちゃって冬に出ちゃうんだよ病気が、うんうん、なので秋の時期に、だから20万飛躍絶好調頂点の時にあの健康診断は必ず受けとくことをお勧めします。なるほどね、わかりました。いやいやいや充実したね鑑定本当よかった、ね、ありがとうございます。はい、あじゃあすっごい多分早口喋ったと思いますが、あのご質問あったらご質問どうぞあるんかなみたいなついてこれたみたいな感じだけど、あったら聞いてなかったらおしまい。あるかな、なかったらないよ、ありがとうございましたって言ってると終わったんだなと思ってありがとうって答える。待ってる間キリアンどうでした？いやー初のね2人インスタライブ2人ね、うん、本当にねあれ何ヶ月ぐらい前ばったりねこのね、うん、ここで会ったのよね、ゆうちゃんとね気配消してたってさっき言ってたけどね長野はまだ無理だ、うん、ね、でもあの時無理だって思っててだってバースデーライブにね先月から来ていただいて、ね、うん、だってキリニャンが会いに来てくれたからさ、そろそろもう出ていいって合図だなって。あ、そうなんだね。私でもゆうちゃんがあの企画してくれたセミナーで初めてその自分からお金を出して言ってたねっていうのがそのセミナーだったよね。でもそこで出会った人たちのお金、そこの出会いもすごい大きかったし、そこから始まった、いろいろが始まったということを今日思い出してました。ゆうちゃんに会う前に、うん、光栄でございます、ね、ありがとうございます。なんかなさそうでございますかね皆様。それではなんか超濃ゆい回だったと思いますが、なんか多分これは私にとっても保存版のなんかもう全出しの全出し、そうそうそう、だから全出しだから相当刺さったと思う、刺さったと思う、なんか普通にやったから何にも考えずに、はい、なので良かったと思いますが、ありがとうございました、はい、聞いてくださった皆さんもありがとうございました。聞いていただいてありがとうございます。なんかねすごい弾丸トークだったから多分ねコメントする間もなくみんな行っちゃってるんだろうなっていう感じがしますが、ごめんね。あ、すごい1時間喋ってるよ。え、すごくない、うん、ハビミさんありがとう、ありがとうございます。あとねもう1分50何秒だから、うんうん、ありがとう、ミカちゃんも最初から最後までありがとうで締めたいと思います。長時間ありがとうございます。1時間一緒に付き合ってくれてありがとうございます。すいません、ありがとう。参考にはなったかと思いますが、1時間すごいね。ねえ、我々ありがとう。ありがとうございます。たまこさんありがとう。素晴らしいわ。うん、あ、花さんありがとうございます。いやー、濃い回でしたかね。ね、大変濃かったですね。楽しかったけど。楽しかった。変態を極めるわ。あ、そう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 、委ねて変態を極めるしかないわ、うん、魂の本質が変態でしたね、うん、そう、いろんなところに変態性あるんだけど、うん、どこに変態かっていう、うんうんうん、ま
真ん中的に変態なのでずれようがないのでどうぞそのまま言ってください。わかりました。それでは皆さんありがとうございました。